環中国へようこそ。6月13日のニュースをお伝えいたします。中国の地方政府がますます頻繁に罰金を課すようになったことで、中国国民の不満を引き起こしています。多くのネットユーザーは、当局が法執行の名目で儲けていると主張しました。上海の複数の飲食店が先週、料費にキュウリの千切りを加えたことで5000元、およそ 9.8 万円の罰金を課されました。このことはウェイボーで議論を呼びました。また、河南省のトラック運転手が先月、頻繁に高額の罰金切符を受け取ったことも話題となっていました。中国メディアの報道によると、河南省安陽市内江県の大型トラックの運転手は、罰金の通知書を頻繁に受け取っているといいます。運転手たちは、出発前に重量オーバーをしていないのに、内江県で測ると過重になる。高額の罰金を課せられると述べました。そのうち、ある運転手は2年間で58回も罰金を課されたといいます。27万5千元、およそ537万円以上も支払わされたとのことです。これに対して、内江県の交通運輸法執行部門の責任者である張陰平氏は記者に対し、3年間のコロナ禍を経て、各地方政府の財政が困窮している。法執行は厳しくしなければならないと述べました。記者からのノルマがあるかという質問に対して張氏は、もちろんあると答えました。同様のスキャンダルは数多く存在しています。ブルームバーグ通信は、地方政府が財政赤字を埋めるために罰金にますます頼る傾向があると指摘しました。中国問題専門家の蘇竹君氏は、罰金やその他の規制が中小企業を窒息させると、地方政府はさらに税収を失う。その結果、罰金や中央政府に依存するようになる。これは地元のビジネス環境にとって非常に不利である。悪循環を引き起こす可能性があると述べました。皆様へのお知らせです。これから環中国の動画をガンジンワールドというサイトにも掲載していくことになりました。リンクは下の概要欄に貼ってあります。よろしければどうぞご覧ください。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjin World.